フライング休み中の森谷美穂、復帰に向け斡旋が続々追加。8月はかなり好調に稼げたから、この勢いで森谷選手が復帰したらさらに稼げちゃうね。競艇フリーダムでは現在、競艇で稼いでる方法を公開中。競艇が好きな人も、競艇を知らない人も、簡単に取り組める方法だよ。俺はもともとサラリーマンで、辛い日々を送ってたんだけど。その後、稼げる方法に出会い、人生が急上昇。俺と同じで、社畜から抜け出したい、脱サラしたい、稼ぎたい。そんな人のためにも、稼いでる方法を公開することに決めたんだ。詳細は、動画の概要欄をチェックしてね。